中前は、神奈川県の横浜に住んでまして、そこで、派遣社員として企業で勤めてました。この季節の美味しい食卓ソノという名前で、テイクアウト専門のお惣菜屋さんをやっています。誕生日の日にケーキよりもソノさんのお惣菜がいいってリクエストされて、お買い物に来てくださったお母さんとかがいた時にすごく嬉しかったですね。楽しい、楽しいっていうことですかね。移住後はやっぱり楽しかったっていうぐらいですかね。移住前は、東京出身、東京生まれなんですけれども、東京の方で、キッチンカーと言われる、フードトラックですねを、の会社に入って、ランチ、会社の下とかでですね、ランチ提供とかをしてました。移住したいと思って来ると結構きついかもよっていうような、ことをちょっと伝えたい。旅行でもいいので、来てみた方がいいかなというのと、移住コンシェルジュとかいろいろつながりを持てる方はいっぱいいるので、そういったのを最大限使ってですね、体験談っていうのをたくさん聞いて自分で判断できるといいかなと思います。引っ越した理由は、漁師になろうと思って引っ越してきました。もともと海のお仕事をやりたくて、その中でもこの漁師のお仕事っていうのを選びました。漁師さんの何か所かで研修させていただいて、一番いいなと思ったところは牡蠣漁師だったので、ここに選びました。牡蠣がやっぱ出荷されるのがやっぱり好きで、やっぱ美味しいですし、いろんな人にお届けできるってのが一番いいですね。はい、研修とかいろんなところに行ったりして、その自分に合うところをしっかり見つけて長くやっていけるところが一番いいのかなっていうふうに思います。移住前は東京のフレンチレストランで2か所ぐらいをで勤務してました。なんかやっぱり私も20歳そこそこでこっちに移住してきて、知り合いもいないし家族もいないところだったので、本当に不安だったんですね。毎日地域おこし協力隊に入るまでってすごく不安だったし寂しかったし、仲間とかがいるわけでもなかったから、先が見えないとか道が見えないような感じだったんですけど、でも大丈夫だよって言いたいですね。はい、未来は、はい、あるよって言いたいです。仙台の美容室で7年間美容師をやっていました。仙台の美容室でずっと働くってなると仙台市内になってしまうし、
女川だとちょっと通うのも大変なので、だったらこっちにお店出しちゃおうかって言って作ったのが U ターンのきっかけでしたね。仙台のお店だったら絶対そのじゃあ何時頃行くねとか何時から何時の間に行くねとか絶対ちょっと厳しかったんですけど、やっぱこちらと明日じゃあ暇な時行くわみたいな感じなのが多いので、なんか最初はちょっと戸惑いましたけど、今ははーいみたいな感じでこっちも緩やかな感じでお仕事できるようになったので、なんかいいなって、余裕が生まれるなって思います。田舎だからできないとか都会じゃないとできないということって本当にちょっとしかないと思うので、自分の住みたいところっていうのかなにちょっと行ってみる勇気もあっていいんじゃないかなと思います。